玉木さんは奈良県吉野郡戸塚川村にある山。大峰山系の最南端で標高1076.4メートル、主に石英半岸で形成される。1986年に森林浴の森百選に、2007年には日本の地質百選に選定された。玉木さんを含む大峰山脈は中央構造体以南の外体の紀伊山地に属し、地質としては、 四万十体の体上配列が卓越する。四万十体は全体に北側に傾斜し、左岸、低岸が交互に厚い層をなしており、北部では緑色岩や赤色低岸を頻繁に伴うが、南部では一般に少ないが、玉木山周辺では緑色岩の厚い層が見られる。山頂付近には枕状溶岩の路頭が見られる。枕状溶岩は、 海底火山の噴火により噴出した玄武岩質の溶岩が海中で急速に急速に冷却され周辺部が固化するものの固化が遅れた内部の溶岩が表層の弱い部分から袋状に噴出しひび割れが全体に走る特有の形状を形成する周辺から発見される霊岩中のプランクトン化石から形成時期が中世代白亜紀に遡ることが判明している 玉城さんを含む奈良県南部の山岳地帯は内陸性山岳気候もしくは太平洋に影響を受けた海洋性山岳気候に属し、さらに台風の通過経路でもあることから日本でも有数のタウ地帯であることが知られており、植物分布もこうした気候の影響を受けている。例えば玉城神社のシャチは温暖タウンに加えて肥沃な土壌もあって、 杉ヒのキの良好な生育を見ていることから、シャチの周辺に顕著な杉の居住群が成立した。玉木さんの山頂が1076.4メートルであることから奈良県市編集委員会による高度別植物分布では山地帯に属している。玉木さんは植物分類地理学上玉木山区に属し、その境界は東部と南部は北、山川、三重県及び 和歌山県との県境であり、北部は、十津川の支流滝川と北山川の支流池号川で、ある。玉木さんの植物章は、その多くが、杉檜の木の植林によって占められており、自然林をかくが、玉木神社境内や岩壁、荒地といった場所には、この地域の自然章を知ることが、できる植物が生育している。山麓の十津川岩のおりり付近には、団地性のらかし、 筑波根ねがし、つぶらじいといった、常緑紅葉樹に混じって白かし、金目餅、ヤブツバキなどの自生が認められ、山腹には、団地製のツル植物や、シダ植物が生育している。東側山麓は、北山川支流の葛川に面し、犬巻、うわめかし、時わがき、木国、黒金餅、大民立花、ゆずり葉、宮マトベラなどの団地製植物が生育している。 玉木山の中腹800メートル付近からは、う林ばやに入り、七かまど、汗び、ねじき、高の爪、小葉の蜜葉つつじなどが生育しているが、山頂付近の実は杉、ヒノキ、モミ、ツガなどの新葉樹と、ブナ、水なら、赤シデといった、落葉紅葉樹が混在する植生を示している。海のない奈良県にありながら、山頂からは、熊の灘を望むことができることから、 おきみたけ、ふなみがくとも呼ばれ、主限道においては、室岳とも称された。東には、北山川とその支流のくず川、西と南には、とつ川とその支流の足の瀬川が流れている。山頂直下の九号目には玉木神社があり、悪女同時の在所とされて、大峰奥岳道のなびきとなっている。 かつては別当時の小室井もあり、長く神仏混交の修験道の行場として栄えていた。山和名所杖には、玉井川村西北一里にあり、ミネラン森列にして、中に、月見屈、中山、土質等の別法ありと記されている。玉木神社境内を含む玉木さんは、自然環境保全地域であり、自然環境に影響を及ぼす行為には、政権が加えられている。 ありがとうございます。